佐渡島の南の先端にある宿根木地区は現在静かな漁師部落である。しかし江戸時代の18世紀後半には北前船の寄港地で船主は財を成し、戦国船の製作でにぎわった集落であり、その当時の町並みが今も残っている。戦国船の白山丸が再現されて、現在は人気の観光スポットとなっている。部落の家の外板は船の板をリサイクルして作られた建造物で、江戸時代の宿根木を見ることができた。しかし道路の敷石は剥ぎ取られて、コンクリートの道に舗装された宿根木の変貌が何とも心残りである。部落の一番奥まったところに宿根木でただ一つの寺、松光寺があり、寺には歴史の面影を感じることができる。宿根木の集落から約4キロ離れた海岸に矢島・京島の観光地があり、たらい船の体験をすることで大いににぎわっている。夏の宿根木海岸は今が花盛りで、海の観光地に色を添えている。